まずは区内の出来事をまとめてお伝えするウィークリーニュースです。今週はご覧の話題をお送りします。はじめに6月22日に荒川遊園運動場で開催されたファミリーフットサルフェスティバルの模様をお伝えします。子どもも大人も誰もが参加できるフットサルのイベント、地域のフットボールクラブダルゴ FC を母体として誕生した NPO スポーツサポート21の主催により毎年行われています。親子で参加できるような、イベントとして始めております。それから年齢と違う人たちと運動ができるっていうことの楽しさを感じてもらえればいいかなと。イベントコーナーではみんなが楽しめるようなものもありますので、そちらの方もぜひ参加してもらいたいと思います。運動が嫌いな子でも、運動しなくてもそういった違うところで遊びながら同じ空間にいるということが大事なことだと思ってますので。この日はダルゴ FC のメンバーを中心に小学生までの子どもたちとその家族が参加、チームに分かれてフットサルのゲームを行いました。ゲームでは複数のボールを使用、たくさんの子どもたちがボールに触れることができ、フットサルの魅力やボールを追いかける楽しさを感じていました。またこの日は子どもたちに喜んでもらおうと、ヨーヨー釣りや輪投げ、的当てといったゲームコーナーも設けられました。さらにイベントの最後には大抽選会も開催、サッカーボールやスパイクなどの豪華景品が当たるとあって、子どもも大人も大興奮のイベントとなりました。なおラルゴ FC では随時会員を募集しています。興味がある方はぜひホームページをチェックしてみてください。続いてはこちらの話題です。6月23日、荒川地区でユニバーサルウォーク防災街歩きが行われました。ユニバーサルウォーク防災街歩きとは、街中の防災に関する施設や設備をめぐるウォークラリーです。災害に強い街づくりに向けた情報共有を図ろうと、荒川区社会福祉協議会の主催で開催されました。障害のある人もない人も高齢者も子どももみんな一緒に街を歩いて、こうユニバーサル、どんな人にとってどこが不便だったり便利だったりするのかなっていうことと、あとは防災のことを街の中にいろいろ見つけながら歩くということを趣旨にして行いました。今回はボランティアや一般参加者のほか、心身障害者青年教室桜教室の受講生も参加、コースを先導するユニバーサルウォークリーダーを含めおよそ150人が集まりました。この日は障害学習センターからアクロス荒川までのおよそ1キロのコースを歩き、一時避難所となる学校のほか、防災広場、公園など9つの場所を確認しながら回りました。ゴールのアクロス荒川では避難所体験をしました。参加者は集団避難生活に有効な福祉避難所ブースを体験するなど、防災意識を高めていました。リーダーとして初めて回らせていただいて、今まで防災のことはちょっと関わらなかったんですけども、これからも皆さんにお伝えできるように知識を学んでいきたいと思いました。コースを回った参加者は防災についてそれぞれの立場で意見を交わしていました。続いてはこちらの話題です。6月23日、JR 貨物隅田川駅構内で荒川消防団消防操法大会が行われました。
220人を超える団員が所属する荒川消防団は、火災や水害などあらゆる災害が発生した場合、消防署と連携を図り迅速に対応できるよう日々訓練を重ねています。この日は受け持ち区域で活動する8個の分団が、消火活動の中で最も基本的な下半ポンプの奏法を披露しました。大会では指揮者1人、隊員4人が連携してホースを伸ばし、標的に向かって放水。その後ホースを1本延長して再び放水するまでのタイムや技術を競いました。審査対象は放水までのタイムのほか、指揮や規律、迅速な行動と動作、確実な操作など多岐にわたります。団員はこの日のために5月上旬から訓練を重ねてきました。審査の結果、第8分団が優勝を果たし、表彰式では表彰状や優勝杯が贈られました。なお大会の結果はご覧の通りです。荒川消防団では現在団員を募集しています。続いてはこちらの話題です。6月26日、黒川幼稚舎の園児たちから荒川区へ七夕の笹飾りがプレゼントされました。黒川幼稚舎では平成24年度から七夕の時期に園児たちが手作りの笹飾りを荒川区に寄贈しています。今回は年長組の園児37人がお揃いの浴衣で区役所を訪れ、西川区長に笹飾りを手渡しました。区役所1階ロビーに設置された全長 2.5 メートルほどの笹には、大きくなったら美容師になりたい、縄跳びがいっぱい飛べるようになりたいといった園児の夢や願い事が書かれた短冊が飾られました。足が速くなりたいです。ケーキ屋さんになりたい。区役所に笹を飾れるっていうことを子どもたちとても楽しみにしていました。そしてその中でどんな願い事があるか、みんな相談しながらお友達とワイ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 楽しそうに願い事を考えて書いてくれました。荒川区はとても下町の風情の残るとても良い町です。とても住みよい町なので、子どもたちがそういう中で未来に向けて幸せな人生を歩めるように、そういうことを私たちも願ってこの七夕のイベントに参加しました。この日は園児たちがキラキラ星と七夕様を歌いました。キラキラ星は英語で披露されました。今週はご覧の話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。